ぼしびゆうです。いつもご視聴、たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日も耕作放棄地へやってまいりました。もうお昼間近なんで、まずはご飯を食べてここ作業をやっていこうと思います。今日はね、寒い、めちゃくちゃ寒いわ。もう朝もね、雪は降ってなかったんやけど、霜が降りてもうガリガリに凍ってましたね。まあ午前中はちょっと用事とかでいろいろと忙しくしてたんですけど、お昼前からまたここやっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。じゃあまずお昼ご飯にしましょう。はい、今日お昼ご飯はね、昨日ちょっと一日中雨で、まあいろいろ用事もあったんですけど、家でゆっくりして鏡開きのぜんざいとかを純子さんと食べながらゆっくりしてたんですけど、今日はねロールパン、これを食べています。はい、バターロールにスクランブルエッグ作って挟んだやつね。はい、いただきます。うん、なんかねきゅうりとか入ってておいしい。うん、うまいわ。ちょっと温めるともうちょっといいかもしれんな。なんか温める方法あるのかな。電子レンジか。電力はないな。あ、保温にしとけばいいのか。うん、おいしい、うまい。これほんとおいしいわ。まじまい。ちょっとね塩をかけて、塩気があるんで、うん、いいね。そうじゃん、かっこいい。うん、今日はじゅんこさんはいません。はい、一人でやっていこうと思います。先日親戚のところの田んぼ1枚目終わったんで、今度2枚目なんですけど、ここは結構背が高いな。前半はいいんですけどね、うん、この後半が結構背が高くなってますね。ここ多分ね10年ぐらいは多分もう何もしてないと思いますよ。なんで刈りにくいんですよね。草がまっすぐ立ってるだけじゃないんで、もう長年の培った草があるんで、もうこんな入り混じってこう倒れてたりするんで、普通に刈れないよね、綺麗に。だから結構大変かなと思いますけど、まあぼちぼちやっていきましょう。あとバトロール2つあります。これを食べてちょっとゆっくりしてやってみます。はい、ご飯食べましたので今日も昼から頑張っていきましょう。その前に2段目の状況確認していきましょう。はい、今ちょうどお昼ですね。はい、ちょっと私早めにご飯しましたんで、ちょうどお昼からやっていきます。1段目はここですね。はい、ここ割りました。じゃあ2段目です。ここはねちょっと背が高いな。まあ、この辺はまあまあそんなにはないんですけどね。はい、この辺もそうでもないかな。はい、ここは背が高いですね。これは結構きついな。2段目はここまでやな。まあ、ここからが私のところですね。去年ここ買ったんやけど、すごいなこれ。えらいピューって立っちゃんな。でも割といいススキは立っちゃんのかなこれ。でも端っこだけですね。はい、ここですね。はい、今回はここやっていきます。はい、それではやっていきましょう。今日も一日安全作業で頑張っていきましょう。
はい、今買ってて思ったんやけど、これだけ荒れてるのに、まあここもそうですけど、前回やった下の段もこう獣の気配がここはないんやな。もう不思議やな。これだけ荒れてるとイノシシとかの巣があってもおかしくないんかなと思うけど、あの道ができてるわけじゃなくて、あの気配がないよな。去年はね、その上とかやった時すごい獣の気配があったんやけど、まあ今のところはここ1段目2段目と獣の気配がないですね。はい、まあまあいいことなんですけどね。じゃあ続けてやっていきましょう。はい、なんかやっと獣が通った跡らしきものが出てきましたね。それまでは全然なかったですけどね。でもなんかイノシシじゃなくて、なんかタヌキとかそういう道かなっていう感じですね。ちょっと見てみましょう。ここですね、これ通ってますね。こっちも通ってる感じやな。こっちも通ってる感じで、なんかでもここは少ない感じやな。これだけ
ずっと荒れてたのにあまり獣の気配がないっていうのは不思議ですね。ここの田んぼはあまり好みじゃないっていうことやな。なんかそういう傾向はありますね。好みじゃないところと好みのところと、はい、まあこんな感じです。でもこれ多分イノシシじゃないな、タヌキかそんなでしょうね。はい、休憩しましょう。コーヒー。いや今日は寒い。草刈りしてると結構汗かくんやけど、もうやめた途端にこうヒヤーっとするんで、ちょっと風邪ひかないようにしましょうね。汗かいてすぐ冷える感じなんで、日向にいないとちょっと風邪ひきますねこれ。いや今日は寒いわ。じゃあもうちょっとゆっくりして、その後頑張っていきます。今ゆっくりしてたら寒くなったんで、もうやっていきましょう。今こっちから向こうまでの半分を半分やりました。じゃあ続き頑張っていきましょう。半分なんとか終わりました。
いや、きつかったな今日は、はい、それではどんな感じで切れたか見てみましょう。はい、こんな感じです。半分っていうか半分いってないね、これ3分の1やな。手前3分の1を今日買ったっていう感じですね。はい、ということで今日はこれで終わります。2時間ぐらいの作業でした。結構きつかったですね。まあ本当はもうちょっとやった方がいいんでしょうけどね。まあぼちぼちやっていきます。まあ今日はあの純子さんもいなくて1人でしたのでね、はい、なんとか仕上がりました。あとですね、やっぱりあの途中で言ったようにちょっと獣の気配が少ないですね。去年はね、まあここやらなかったんですけど、その上からあのやった時に結構獣の形跡があったんだけど、ここは少なかったですね。なんか獣も居場所のいいところ悪いところあるんでしょうかね、はい、そんな感じでした。今日はもう草刈りだけの動画でしたけど、長い間お付き合いありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。